グラススピニングに、前に買ったあれ、よいしょ、アイバイアイシャットね、今かつ大先生と伊藤由紀さんのコラボレーションでね、で結構小型なんで、前に買ったこのグラススピニングでちょいちょいちょいってやるのなんかにいいんじゃないかなと思って今日持ってきてみました。1メートルダイバーでね、確か、よいしょ、アイバイアイシャットね、こんなのちょっと投げてみ、おー飛ぶ、飛ぶなこれ、より一伸びするなぁ、すんげえ、ここら辺で着水かなってところからもう一伸びする感じですね、ほんと、いいなぁ、動きもそんな、なんていうか木を狙った感じでもなく、ほんとそれそうな、いわゆるバランスの良いローリングだけってわけでもないし、ウォーボリングのみってわけでもない、なんていうか、バランスのいい感じの泳ぎに見えますが、釣れてくれるでしょうか。これドラグどんなもんだ、強めにガツンってやんないと重心移動しないのかなと思ったら、結構素直にちょっとした挙動でカチッと重心移動してくれてますね。あーバスいたな、さすがに近距離すぎて来ないか、ちっちゃいのに飛ぶちょっとした今、まあ向かい風なんですけどね、パーッと飛んできますね、これ使いやすいかも、あとはズーがちょっと昼時だけど食い気が上がってくんねえかなと、あーでもこんだけ飛ぶってことはベイトフィネスみたいなタックルで手外食スパンスパン打ってくなんていう使い方も絶対いいよな、これな、はい、
おお、ちょっとファール、ちょっとファールですが、釣れました。うお、グラスだから、まあ、まあ、バレるかな、バレるかな、バレなかった。これはタモが使いたいが、よいしょ。おお、ちょっと引っかかっちゃったと思って誘ったら食いましたね。巻いてじゃないから、まあどうなん、まあまあまあ、ありがたい。はい、アイバイハイシャットでね、釣れましたよ。結構ね、こんな感じ、皮一枚でかかってるんで、こんな感じね。でもね、2本かかってくれてたんでバレなかったっていう感じですかね。まあグラスのスピニングに P ラインで、まあ、ドラグも出してやってたんで、バレずにですね、釣ることができました。まあ、釣り方としてはね、なんか小魚は食ってるけど、なんか巻いても食ってこないって感じに、まあ、たまたま草に引っかかったから、それでピチャンピチャンピチャンって水面でね誘ったら、速攻でね湧いてきて食ってくれましたよ。はい、よいしょ、こんな感じで、1匹釣ることができました。じゃあ逃がします。サイズはね、4じゃない、38センチちょろって感じですね。でもよく引いてくれていい魚でしたよ。はい、じゃあ逃がします。バイバイ。静かに、はい、ちゅうわけで釣れてくれました。これね、アイバイアイシャットでシマノのコンプレックスに P ライン 0.85 リーダー16ポンドで、このレジットデザインのファインに買ったね、グラスのスピニングで、このね組み合わせだとね、パヒョーンと飛んでくから、結構重いのところに入れやすいんじゃないかなってことで、しばらくこれで投げてみたいと思います。